こんにちは。 NHK でも取り上げられているんですけども、鳴門美術館がね、この度 NFT の美術館として、リニューアルオープンしたということでね、こちらがね、全ての発信基地になるんではなかろうかと思います。なかなかね、既存の美術館が NFT を専門で扱うよっていう風になることはないと思うんですよね。まあだからこそ NHK でも取り上げられて NFT の産声が上がったんではないかなと思います。やっぱり先行して利益を求めるんだったら、もう必ず絶対当たるよっていうことではないんですけどもね。まあでも先行者利益を取るんだったら、こうやった先行情報にいかに早く乗っていくかってことになります。夢を加えて見ていたからといって、それが当たった時に、いや、昔から知ってたんだよねって言って終わりですからね。やっぱそこにないがしかの出資なり投資なりチャレンジをしておくことによって、それが大きく育った時に、自分にも恩恵があるってことなんじゃないかなと思いますね。だから NFT につきましては、私はね、すごく懐疑的なのは、NFT の絵画とか創作物だからといって本当にそこまで需要があるのかなってことなんですよ。というのがね、少し前バブルの時代だってわけのわかんない絵とかね、仏像とか、そういうのがね、よく売れたわけですよ。音楽の著作権もそうですけども。で、こういったのは世の中が豊かになってお金が余ってるから、そのうち価値がもっと上がるだろうっていう形で買う、経済が伸び盛りだった時にはよく起きる現象だと思うんですけども、今どちらかというと経済は上り調子よりも後退するんじゃないかなという時に、余剰資金を求めて、セールスをかけるような、こういったアートとかっていうのはそこまでね、需要があるのかなっていうところなんですよ。まあ、つまりは時代背景が過去のそういったね、美術品とか鑑定品とかが売れるようなものではないので、もしかしたらそこまでね、大ヒットしないんじゃないかなっていう気もするんですよね。だからそれは皆さんそれぞれが判断なんですよ。で、私ね、美味しいことばっかり言って人を誘いたいわけではなくって、私の考えはプラスにもマイナスにも触れてるけども、でも座して動かなければ何もチャンスがないんで、自分の余剰資金で引き受けられるリスクの分だけはエントリーするよってことなんですよ。で、この1年もね、私はいろんなクラウドファンディングに参加してきました。例えば消費税の映画ね、君はまだ暗いトンネルの中とかね、あと銀河英雄伝説の、オリジナル、ビデオ、こちらの方もリニューアルバージョンの G ノイエテーゼは資金が足りなくなってきたんで、クラウドファンディング呼びかけられて、私もそこに最大出資をしたりとかね、その他太陽光の方にも出資をしました。今では太陽光はね、ちょっと後悔してるんですけどもね。まあそういう感じでクラウドファンディングもいくつもいくつも参加してきて、当たったものもあれば当たらないものもあったりとかなんですよ。でも基本的にはクラウドファンディングでお金払って儲かって終わりじゃなくて、なんかね、参加してよかったで終わりなんで、クラウドファンディングははっきり言って本当に余剰資金がある方で、プロジェクトをどうしても消したくない方がね、やるもんだと思いますけどもね。はい。では今回の NFT なんですけども、まあクラウドファンディング半分、未来への期待半分、そして自分にリターンが返ってくればいいなっていう淡い期待がちょびっとみたいなね、そんな割合で私は参加するつもりです。大体2年ぐらいはね、様子を見ていこうかなと思いますし、見るだけじゃなくて自分もできるだけ関わっていくとかね、NFT を広めるために誤解なくこうやって教育コンテンツ作っていくとか、無料動画を出していくっていうふうにはしたいと思いますけどもね。はい。それで NFT の今回の事業ですけども、この NFT 美術館ね、NHK でも取り上げられて、この NFT 美術館、これもちゃんと味方になってくれてますんで、そして NFT で第一人者と言われてる古賀先生もね、ついてくださってるってことなんで、NFT に興味があって何かに NFT で挑戦しようと思うんだったら、これ以上のプラットフォームはないんじゃないかなと思います。もちろん、毎月のリターンもね、見込めますんでね。はい。じゃあちょっとね、ある方のコメントを読んで、最後に NHK の動画の方を見ていただきたいと思います。じゃあ、コメントですね。この NFT に関しまして関わっている方たちが有名人なので、底堅い信用が得れているので、本物探しをしている方に FX や投資の話や MLM の健康食品などの大勢紹介しないと収入にならないビジネスはお誘いしにくいのですが、今回は一般の方をお誘いできる点は素晴らしい事業と思っています。これ一人の人の感想ですからね。で、続きます。今後は購入したアートを見るたびに癒されたり、健康を導いたり、細胞が反応して見るたんびに若返ってくるという今までにないアートも発売する予定ですというのでね、これは発売されるアートがちょっと広がっていくよっていう風なね、商品戦略の話ですよね。まあいろんな商品が出ることに期待していただいて、いろんな商品が出ればNFT の売り上げが上がっていくんだろうなっていう、会社の収益が見込めるんだろうなっていうことですよね。で、もうちょっと続きます。
今周りの方に確認するとマイケルデジャートは2000円のままではないでしょうということで1000万円いくだろうという方がいらっしゃるのですが、その半分500万でもすごいですよねと、18金ゴールドを購入しても損はないと思っている、そのぐらいの気持ちだということですよね。あの18金ゴールドっていうのは今回の NFT の会社のその参加権利で一番トップのやつですよね。120-130万するやつ、あのコースに入っててもマイケルのデジアートが値上がりして儲けられれば損はないよねってことですけども、まあこれについては水物ですからね。マイケルのデジアートがまず知られないといけないし、知られた上で市場でね活発に取引されないといけないんで、果たして今の時代この経済後退している時期にさすがのマイケル・ジャクソンといえども飛ぶように物が売れるかなっていうのはね、それぞれの判断になると思います。で最後にこう続いています。どこの NFT より信用度が感じるので毎月の売り上げも期待できると思います。これは私もそう思いますね。今回の NFT のビジネスなんですけども、これはまあトップスタートを切るんじゃないですか、だから何かのビジネスで、トップスタートを切る集団に入っているっていう経験あんまりないと思いますんでね。市場が育まれてないからライバルがいないとも言えるんですけども、私はちょっと今回はちょびっとね乗っていこうと思いますね。さすがに何百万も投資する気にはなれませんけども、でもね数十万ぐらいは一つの事業ですから取り組みとして、それこそ5万10万で始めれる事業っていうのはリターンもねあんまりないですからね。だからそこそこ腰の入った金額というよりも他の人がおいそれとできない金額だからこそチャンスがあるわけなんですよ。誰でも参加できるようなね無料同然のものっていうのはまあ育たないわけですよ。育ったところで無料で参加した人が多いから分配が少ないわけですよ。だから一部の一つか、それこそね100人とか200人しか参加できないものに行くからこそリターンも100人200人という少人数で大分配が受けれるわけですからね。だからそれをどういうふうに捉えていくか、まあこういったビジネス投資も経験ですから何回もやりながら優れたものに出会える自分になっていくってことじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ NHK の放送の方もご覧ください。鳴門市のガレの森美術館が AI 人工知能が作ったデジタルアートを楽しめる美術館としてリニューアルオープンしました。オープニングヘッドカットです。よろしくお願いします。鳴門ガレの森美術館はフランスのガラス工芸の巨匠エミール・ガレの作品を主に展示してきましたが、最新のデジタルアートなどの普及を目的にNFT 鳴門美術館と名称を変えて今日リニューアルオープンしました。リニューアルした美術館では AI が作った動物と椅子をテーマにした最新のデジタルアートおよそ40枚が展示されています。こちらに関しましては NFT 作品と、アンリアレイジと竜とそばかすの姫のコラボ作品11点を飾らせていただいております。また日本のアニメ映画竜とそばかすの姫の主人公の衣装と同じデザインでパリコレクションにも出展された服とそれを 3D でデータ化した映像も展示されています。 AI が作ったアート作品などは NFT と呼ばれる技術を使ってデータとして購入することができます。 NFT はデジタル化した作品をネット上で売買する際に偽造や複製ではなくオリジナルだと証明する技術で、最近はアートやファッションなどの取引で活用されています。美術館って言われるとお堅いイメージがすごくあるんですが、実際こことしてはもう上でカフェでゆっくりしてたりとかはないんで、どちらかというと憩いの場になればいいかなっていうふうに思ってます。